皆さんこんにちは。いつも動画見てくれてありがとうございます。今回はですね、説明しながらメイクをしていきたいと思います。まあ、今回そのリクエストが多かったんで、説明しながら、この日本人顔から、ハーフ顔になれるように説明していきます。皆さん、ちょっと結構長い動画なんですけど、見ながら一緒にメイクしたりとかしていただけたら嬉しいです。じゃあぜひ見てください。はい、メイクスタートです。それでは行きたいと思うんですけども、さっきはファンデーション。私が使ってんのはケイトのやつですね。ケイトの下地でのファンデーション使ってます。これ結構サラッとしてるんですよ。だからなんかね、例えばこういう私化粧する前に今化粧水塗ったんですけどね、化粧水ってこうベタベタしちゃうと、例えばファンデーション塗ったらちょっとダマができたりムラができたりすると思うんですけど、このファンデーションはムラがならないです、なりにくい。ケイトのファンデーションです。面白いかな、ケイトメイクラスティング、メイクラスティングベースっていうやつですね。これわかるかな、これです。これはまあファンデーションこれすごいおすすめっていうだけで、まあ特にファンデーションは私はまあ好きなように塗っていただければと思います。はい、ブローに行きたいと思うんですけども、まず塗るだけやったらね、なんていうんですか、黒眉毛から茶色色眉毛塗るって普通のアイブロウではやっぱできないですよね。ということなので、ムラができないために綺麗な眉毛を描く方法をやっていきます。それがこちら、眉毛のコンシーラー、まあ、こういうのは東京であれば新宿アルタ、あるいは大阪とか関西の方ではドラッグストアとか、まあ、いろんなとこに売ってるので、眉毛コンシーラーって調べたら多分インターネットでも出てくるかな。私は結構これおすすめしてます。すっごい黄色なんですけど、これをこういう塗っていく。こんな感じで完成です。眉毛をこれを乾かすんですけど、こう重ねて一気に塗っちゃうとやっぱどうしても塗りにくかったりとか色がつきにくいので、基本的に眉マスカラ塗ったら乾くまでパリパリこさって感じでね、ちょっと硬くなるのでそれまで待ちます。その間にここの涙袋に行きたいと思います。涙袋を描いていくんですけども、これを描くためにアイブロウが必要です。なんかね、涙袋用のねやつとかあると思うんですけど、あれよりかはもう100均で売ってる簡単なものでいいです。アイブロウ、これ100円ショップで売ってます。まあ、肌に合う人は使ってみてください。これはすごい柔らかくてなんか肌に優しい感じだね。なんかあんまり痛いとかなんから押す。これをここに描いていく。ほんならまた次こっちをパウダーでのせていきます。なじむようにちょっと茶色の方で、なじむようにいきます。はい、では次またこのアイブロウでちょっと黒っぽくなってる部分からで、またこれを塗ってより自然に見せるだけ。結構私2回塗りますね。これで眉毛が出来上がってきましたね。またちょっと乾かします。その間にこの眉毛の下に何て言うんですか、このラインをちょっとね、ムラができたりとかちょっとガタってなったりしてる部分があるんですけど、目をはっきりさせて眉毛はっきりさせるとやっぱり
ごい綺麗なんで見栄えが。だからここをちょっと、ここのラインの部分をコンシーラーでもいいですし、ファンデーションの、あのリキッドファンデーションでもいいし、下地でもいいです。私はリキッドファンデーション、 BB クリーム、なんでもいいですよ本当に。これは後でいくらでも重ねるんでしょうけど、それはハケにとってここの部分に塗っていきます。ではシャドウを塗っていきたいと思います。まずこちらのハケと、そして先ほど塗ったこの白色、何でもいいです、ベースを塗っていきます。ましてチフレ、次こっちを塗っていきます。これですね、グラデーションしていきたいと思ってます。まずちょっと軽くシャドウ塗りました。でその次なんですけども、今私目がですね、こういう浅い二重になってます。この浅い二重からハーフでは、やっぱり太い二重っていうのが一番大切だと思うんですけど、大きい二重を作るためにあるものを使っていきます。こちらです、女神の二重と言いますけども、メーカーはですね、こちらをですね、目のまぶたに塗っていきます。ただのアイプチとかメザイクとかではないです。まずここにこう塗っていくんですけど、塗ったら、巻いたら、そのテープみたいな感じでこういう感じで二重になるんですよね。自然な、くっつかない、つらない二重で、私自体の二重は、浅いです、よくある。でこっちはあんまり二重にならないです。でこっち側を太い二重にするために、まずアイプチの棒、何でもいいですね、これを使って、まず自分に合う二重の角度からところを探すと。で私はここです、ここの部分を二重にしたいっていうのがあります。もうそこに塗っていくんですけども、コツとしては、なんかあまりにも二重を大きくしたいっていう欲望が出る気持ちは分かる。私もそうです。最初にこれぐらいやったらいいのかなっていうのあるけど、それやったらやっぱできないんで、自分に合った形でやること。で基本的に自分の二重、この線ありますよね、元からある線、一重の人も、私も昔これだったんですけど、こういうね一重だったんですけど、探せばこうやって開ければ若干線入ってるんで、その線のところ、こことここの中心の線の部分の上にこれを塗っていきます。どん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 乾かしていきました。で次、これで無断で目を開けちゃダメです。こことここがくっついちゃうんで、ある意味ちょっとね粘着があるんで、絶対この目でいるようにしてください。絶対閉じないように、開けないようにお願いします。でここをもう一回、何度も人の目によるんですけど、重ね塗りすることによって大きい綺麗な二重が出来上がるんで、私の場合まだほら肩が出ちゃってます。なのでこれが出ないように、一旦さっき塗ったこれをまた塗ります。重ねます、ベタつきを取りますね。でもほらまだ微妙なので、また目が塗ったよ、上から重ね、開けてみます。まだ微妙なので、ここの部分を整えるように、アイプチの棒を使って形を整えていきます。はい、太い二重ができました。これだけじゃまだ微妙なので、こんな感じになりました。
で、それでは次なんですけど、この二人じゃまだなんか一重に見えちゃうし、はっきりしてません。そのはっきりするためにダブルラインというものを持っていきます。人工的な二重ができました。最初はこれすごい変ですよね。でもここから馴染ませていくので安心してください。ここを描くことによって目を近づけます。二重をより幅を広く見せるために。はい、はっきりした二重ができました。そしてこの上からなんですけど、馴染ませるために上の部分シャドウを塗っていきます。お絵かきしてるみたいですよね。はい、ではやっていきます。こちらハケと、そしてシャドウを用意します。ケイト、ハーフということなので、クール系ハーフ、ハーフでいきたいので、ちょっとあのグレー混じりのものを使っていくんですけど、まずこちらのシルバーの色から使っていきます。ハケを使ってナチュラル、はい、続きまして最後のシャドウを塗っていきます。ルックミーというシャドウ、ちょっとごめんなさいね、ボロボロで。これはね、ドン・キホーテにめっちゃ売ってます。安いです。そのブラウンを塗っていきます。はい、アイラインが塗り終わりました。では今からですね、あのより目を大きく見せるため、はっきりとしたつけまつげをつけるためにですね、地まつげをビューラーで上げてからマスカラをして、その後まつげをつけていきたいと思います。そうすることによって、まぶたが重たい人ははっきりとした目になれるので、一度やってみてください。では上げていきます。マスカラとビューラーが完了しました。マスカラはですね、美肌一族のマスカラを使ってます。でアイラインは、メイベリンを使ってます。ビューラーはちょっとノーブランドです。ちょっとわかりません。はい、ではそれではですね、つけまつげをつけていくんですけど、こんな感じで、まあ、地まつげを上げてから上げることによって、土台ができるので、目につけまつげが上がりやすいんですよね。私はよくまぶたが重たい時、まあ、今もすでに重たいんですけど、もっと重くて自分のメイクが分からなかった時は、よくね、つけまつげを2枚つけたりとかしてですね、まつげがちょっと固めじゃないとなかなか目が二重がならないということがよくあったんですけど、この方法をやってから柔らかいつけまつげでも上がることが分かりました。なのでつけまつげは1枚がやっぱ一番よくて、目もはっきりするのでおすすめです。はい、じゃあそれではつけまつげつけていきます。はい、こんな感じでついたんですけども、もっと二重をはっきりさせるために、つけるときは基本的にこれをこうやって上に上げるようにつけてください。するとバッチリつけるようになります。両目していきますね。つけまつげ完了です。次はアイラインをまた引いていきたいんですけど、まずここの部分、ここの部分を塗っていきます。私今めっちゃ目離れてると思うんですよね、日本人やし。それをですね、よりハーフにするために、ここと部分ます。はい、アイライン塗り終わりました。いや、それではですね、次目の下のシャドウとかに行きたいと思います。まずこちらで、とまずこちらと
ちらを塗っていきます。ブラウンのシャドウを先に塗った涙袋のところのこの中に塗っていきます。あと下まつげをつけていきます。下まつげは直線になったもの、あるいはまあマスカラでも大丈夫です。こういった細いものを使ってください。続きましてノーズシャドウを塗っていきます。ノーズシャドウの塗り方でかなり高く見えます。私ちょっと丸鼻なんですけど、それをちょっとすっきりとしたハーフ系のお鼻にしていきます。ケイトのノーズシャドウです。これを鼻に塗っていくんですけども、塗り方で全然変わるんですけどね。皆さんここら辺塗る人多いと思うんですけど、これやったら鼻広く見えちゃうんで、だいたい幅1センチぐらい塗っていきます。塗るときはこういう眉毛の下も一緒に馴染むように塗っていくと、彫り深く塗っていきます。もうハイライトに塗っていきます。で、馴染むように光りすぎてるとちょっと変なんで、ファンデーションで筋を取って、すっきりとした高々しい、まだハーフっぽいお花が、ここってすごい重要なんで、で、ノーズシャドウ。はい、次は、フェイスパウダーに行きたいと思うんですけど、ここの部分、私丸顔です。その丸顔をすっきりシャープに見せるために塗っていくんですけど、それがフェイスパウダー、こっちのこういうところ、こう茶色いもので塗っていきます。斜めに、アイブロウのでも何でもいいです。あるもので塗っていきます。ここをこう斜めに塗っていきます。斜めに塗るのが一番いいですね。マレフィセントって覚えてください。よく言ってますけどね、マレフィセントします。これマレフィセントって言うんで覚えてください。私のメイク法ではマレフィセント、ここに影をつけて、で、顎はここに塗って、裏に塗ります。影ができています。ここを塗るとシャープになります。はい、完成です。では次、チーク塗っていきます。チークも一緒です。さっきと同じ塗り方ですが、ものによってチークは濃いものがとかあるんですけど、基本的にオレンジ色を塗ります。オレンジのチークを斜めさっき塗ったところですね。これするとシャープに見えるんでおすすめです。基本的に綺麗な顔を見せたいときは斜めに塗るのが一番いいかな。はい、ではメイクは一応完了なので、次チークに行きます。あ、間違えた、チーク行ったから次リップに行きます。リップなんですけども、こういった DHC とか何でもいいです。かさついたリップのとこちょっと塗ります。これ塗ることによってムラなくできるのでおすすめです。続きましてリップライナー、これは何やろ、NYX というメーカーです。これを、塗っていきます。はい、メイク完了です。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。本当にメイクっていうのはすごく変わるなーってとこと思います。人生楽しくやっていきましょう。 Thank you.